はい、今日2本目の動画あげます。本田健さん、ベストセラー作家の本田健さん の最近また新しい本がダダダッと出て、バシャールとかとかね、本が出て今読んでるんですよ。でやっぱりすごいよくって、最近聞かれることの一つに、まあ、私資格もキャリアもないじゃないですか。ただそういうね、セミナーでお話ししてることとかってどこで学んだんですかって聞かれることがあります。でこれは私はもう全て本と実体験とっていう感じなんですよ。自分が経験したことから、あの人の本で言ってたことってこういうことなんだっていう、シンクロニシティに基づいた体験から、セミナーの内容は落とし込みをしています。で、ちょっとチンチンチンってうるさいんですけど、今日風が強いですね。本田健さんがこの前ポッドキャストで話されていたことで、うわーなるほどって思ったことがあったので今日はシェアします。人ってというか、そのリーダーシップ、何かこう、ものではなく、リーダーシップというか、そのサービスを、目に見えないものを提供するっていう人のタイプって2通りあるんですね。で、カウンセラータイプとコンサルティングタイプ。カウンセリングとコンサルティングって同じじゃないのと思われると思うんですけど、ま、検索していただくとおそらく全然違うニュアンスのものが出てくるとは思うんですね。で、それをすごく分かりやすく健さんがお話をポッドキャストでしてくださってました。基本的に誰が来ても、どんな人が来ても自分のメソッドをお伝えする、それにブレがない人っていうのはコンサルティングタイプで、来る人に合わせて、話す内容とか、話さなくちゃいけないこと、話さなくてもいいことっていうのをこう瞬時に、分けられる人なので、その来る人にとってよってフィットする内容を提供できる人っていうのはカウンセラータイプっていうことをおっしゃってたんですね。これね、すごいなるほどと思っています。で、例えば本当はカウンセリングタイプの方が頑張ってコンサルティングタイプになってサービスを提供していても、おそらくうまくいかないんですね。はたまたコンサルティングタイプの方が人の悩みを聞いて、臨機応変に柔軟性を持ってアドバイスができるかっていうと、もしかしたらコンサルティングタイプの方って頭がすごくいいので表面的にはできるかもしれないんですけど、自分の中でストレスがたまるとか、なんかこう不足感が残るみたいなものことが起きるっていうことなんですよね。なのでね、物を売ってる方っていうのは基本的にコンサルティングタイプなんじゃないですか。どんな方が来ても提供するもの自体は変わらないですよね。やっぱご自身がいいと思ったものとか、まあトレンドに合ったものとかっていうのを自分の目で選んで、どんな人が来ても提供する。ただ嫌いな人は買わなくていいよっていう感じ。コンサルティングもそうだと思うんですよね。ご自身のメソッドっていうのは、合わない人は来なきゃいいし、合う人にだけ提供していくっていう、そういうことですけど、カウンセラータイプっていうのは、来る方のその状況とか悩みの内容とか困っている内容によって、それにフィットさせていく自分をっていう感じなんですよね。なのでものづくりとか物を売ることにはあまり興味がない人っていうのが多いかもしれないですね。はい、どうでしょうか。あなたはコンサルティングタイプでしょうか、カウンセラータイプでしょうか、カウンセリングタイプでしょうかっていうことで上げさせてもらいました。はい、では皆様良い週末をお送りください。私はこれから大好きな YouTuber さんに会いに大阪に行ってきます。では。